を抑えた7番の神山孝之です。神山がジャンから抑えて先行体制に入っていきます。中段を取り切ったのは2番の横関勇気、一方の5番の板崎は後方の6番手に置かれて最終周回へと向かっていきます。先行はジャンからかけています。7番の神山孝之です。マーク4番の古川直也で、そして1番の渡辺3番手、中段の4番手からまくれるかどうか。2番の横関勇気、2コーナー4番手からまくっていきました。マークは6番の杉山正和、乗っている5番の板崎で、3コーナーカーブですが4番の古川自ら出ていきました。4番の古川の番手まくり、そして2番の横関勇気追っていく。4コーナーから直線です。先頭は4番の古川直也、4番古川がどうやらそのまま押し切ってのゴールです。杉山さん上でいいですか。